はいどうも皆さん、おはこんばんにちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA 告げモバイル実況やっていきたいと思います。イベントの方もね、無事、最高報酬、コービーゲットできましたんで、イベントの方も終わりましたので、今日はね、シーズン40がまだクリアしてなかったので、そちらの方をね、最後にやっていきたいと思います。でね、僕の今テーマが接戦。接戦をテーマにしておりまして、まあ、シーズン40にね、僕の最強メンバーで挑んじゃうと、あまりにもパワーがかけ離れちゃうんで、で、ちょうど、この前コービー手に入れたじゃないですか。最高報酬の。で、コービーのアビリティが、そのチームに、ロサンゼルスレイカーズの選手が3人いたら、あのパワーが 20% 上昇っていうので、ちょっと作ってみました。レイカーズを3人。マジック・ジョンソンとレブロンとウィルト・チェンバレン。で、3人だけでいいんで、クリス・ボッシュは入れてます。でね、レイカーズ、せっかくだからもうレイカーズだけで作ろうと思ったんだけど、パワーフォワードのじゃあレイカーズって言ったらさ、いなくてさ、一気にさ、俺ここまで、ここまでになっちゃうんだよね。そうすると、1万5000にも満たないから、ちょっとさすがにそれは、まずいかなと思ったんだけど、あ、でも、これでちょうどいいかな。シーズン40の推奨パワーっていくつだっけ ?1 万6000か。いい勝負かな。まあ、どうせ多分、ファイナルはもっとパワー少ないと思うんで。もういいや、じゃあこれでいこう。じゃあ、あえて、全部レイカーズでいこう。このパ、ちょっとパワーフォワードだけ、違和感ありありだけど。まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、このレイカーズメンバーで、シーズン40クリアして初報酬をね、ゲットしていきたいと思います。では行きましょう。チョモランマタケシの NBA TV。あ、やっぱり相手ちょっと弱かったね。だからちょうどいいわ。クズマを入れるぐらいがちょうどいいわ、あえて。入れていこう。もちろん僕はレイカーズですよ。圧倒的にね、勝たないと。でも僕はなるべく接戦を見せたい。作為的に接戦になるんじゃなくて、一生懸命、やべ、抜かれた。ブロックやべ。あ、クズマ。急遽入れたクズマがスーパーブロック。で、オフェンサーもコービー中心でいこう。ちょっと変なシュート。オッケー、いった。オッケー、ナイス。コービーはね、いいんですよ。コービーはもう相手が飛んでようが、ディフェンスが見事だろうが、フェイダーウェイになろうが、もう決まります。スティール狙っていける。お、スティールいけるね、バンバン。これいける、これいけるパターンだよ。あ、止まっちゃった。ちょっと待って。トップに一回戻ってる。下だとさ、操作しにくいんだよね。OK。いいんじゃない?おっそー。戻れ。やばい、これ、決まったらやばい。OK、リバウンド。うわ。OK、OK。戻せ、戻せ。うわ、そっちの、なんか、わけわかんない。クズマ、やっぱり足引っ張ってるわ。やっぱりクズマが足引っ張ってる。OK、リバウンド。ナイス。しっかり。レブロン。レブロンから、コービーに渡して、コービーからピック呼ぶんだけど渡しちゃうパターンね。いいんじゃない今の綺麗なシュート。オッケー、マジ最高、マジ。今超綺麗なシュートじゃなかった?こういうさ、シュートフォーム綺麗な選手いいよね。スティールガンガン狙えるから。うわ、オッケー落ちた。結構相手のシュートが落ちてくれて助かってる。で、ここもコービーでいく。コービーが本当に、あ、やばい、あ、危ねえ。ちょっとうまいプレイ見せよっか、じゃあね。いけた!トップいけ!あ、嘘!やばい、戻れ戻れ。しかも、アイバーソンいるんじゃないこれ。敵。あー、ファルになっちゃった。今、アイバーソンとマジックが、睨み合って、ガン飛ばし合ってたような気がしたけど。これ、いけるよ?スティールいけるよ?
オッケー、押した。オープンね。まあ、5点差ならね。まあ、5点差なら、後半も、余裕で勝てると思います。よっしゃ、みんなに、シーズン40の報酬見せられる。シーズン40の報酬は何なんでしょうね。しっかりと時間使っていこう。コービーをコービーに持たす。速攻、あ、なんだ、なんでそんな対戦になる。ナイス。しっかり。コービー。うまい。今見た、今。うわ。シュートはさ、ミスったけどさ、こうしっかりシュートに持ち込むまでは見事だった。やっべ、ナイスブロック。オッケー。身長差が違うんだよ、同じガードでも。コービー。いける。あ、落ちた。やばい。モードで。やべ、なんか決まりそうだな。そろそろ相手が0点ってわけないだろうから。あ、オッケー。けど、スティールはできる。やばい。オッケー、ブロックめっちゃできるな。しっかり、しっかりマーク、ついて。抑える。オッケー、いいよ、ディフェンス、いいよ。見事。前出せ、前出せ。たまにはレブロンで。強引に。おお、嘘だよ。おいおいおい、今のねえだろ。レブロンにあんな格好悪い。狙える。わー。手上げといて、うん。ファラー認めよう。相手が全然決まんないね。ディフェンスがいいのか。オールディフェン、お、抜かれちゃった。おわー。ウェイドがいたんだ。もう一人の3番誰かなと思ってたんだよね。これ、いけんじゃない？あ、落ちちゃった。やべ。あっぶね。ちょっと待って。オッケー、オッケー。最後、最後、コービー、最後、コービー。コービーどこ、コービーどこ。コービー上がってこい。トック出せるか、取るか、オッケー。やべ、やばい、やっちまった。スリー打たれて逆転なんてことはねえよな。しっかり、しっかりついて、スリー打たれなきゃいいから。リバウンド、リバウンド取って、オッケー、勝ちましたね。最後レブロンのシュート。オッケー、勝った。入った。よし。じゃあ最高報酬は何で、最高報酬じゃねえ。イベント終わったばっかだから。シーズン40のクリア報酬は何でしょう。あー、クリポじゃねえや。ポールジョージか。持ってんだよね。まあいいでしょう。まあそんな感じです。これでシーズン全部クリアしましたね。オッケー。シーズンこれで全部クリアしました。よかった。まあ、とりあえずこんな感じで、オールレイカーズメンバーでシーズンオール、シーズン40クリアしてみたでございました。いかがでしたでしょうか。では、今日はこれで失礼いたします。バイチャー。